なんか気づけばあっという間に1ヶ月ですね。そうだな。毎日の食事制限、ジョギング、背筋矯正、結構頑張ったんじゃないの。それにしてもすっかり見違えたな。ここ1ヶ月で何キロ痩せた。4キロほど。1キロ減るだけでも変わるっていうからな。4キロなら相当なもんだな。あんた的には変化を感じるか。強風の火は吹き飛ばされそうで怖いです。そこまで痩せてねえよ。まあしかし見違えた理由は何と言っても背筋だな。自分でもかなり実感あんだろう。ますます身長が目立って正直嫌な感じです。一昨日なんてでかいことが理由で地球侵略を企む怪獣と戦わされる夢を見ました。あんたに頼ることになった時点で人類はもう終わってるよ。にしてもこうしてみると割と大きいな。改めて言わなくても自分が大きいのはよくわかってますよ。いやそっちじゃなくてだな。痩せたらこっちも小さくなるはずだが、もしかして背筋が伸びるとここも目立つようになるのか。一体どこが大きくなったって言うんですか。いや大したことじゃない、気にするんだ。ほう。トイレを貸してくれてありがとう。まあちゃんと座ってしてくれるなら。座ったら座ったで便器の縁についてやりにくかった。ってあれ、もしかしてまたバストサイズが大きくなったかい。うわっ、こっちがオブラートに包んで言ってたのを台無しにしやがって。ちょっとは空気読むこと覚えろ、この帰国失調。僕は服のサイズを見直す必要があると思っただけで。猫背に戻りたい。立花、少しいいか。は？再テストだと？はい。赤点を取ったのか。赤点までは取ってないです。でも中間に比べて期末の点数が著しく落ち込んだから、手遅れにならないうちに再テストを受けろと。うん。ところで何点ぐらいだったんだい。中間では全教科70点から80点くらいだったのですけど、今回はほぼ40点台に。おい、なんで急にそんなにバカになった。このところちょっとストレスが多くてテスト勉強どころじゃなかったんですよ。なんだって。一体誰がストレスなど与えたんだ。僕がそいつに罰を与えてやる。
ミキさんです。よし、わかった。はい。あ、セルフパンチ。これで君にストレスを与えた僕には天罰が与えられたね。何やってんだお前は。で、再テストの点数がアウトだとどうなるんだ。夏休みはほぼ全て補習ですね。おいおい、それじゃ動画撮影もままならんだろうが。ああ、そうか、補習になったら撮影しなくてもよくな。が、いない、痛い、痛くしてるんだよ。やめてくれよ。私、頬をつねられるとシベリアハスキーみたいな顔になるんです。うわ、本当だ。じゃねえよ、今すぐ勉強だ。必死こいて仕込んだのにこんなんで全部無駄にするとか許さねえからな。うんうん、しかしちょうどよかった、僕も再テストだったしね。なんだと。え、あの、それは言い訳ないのでは。お前のテストの結果は。英語以外はみんな赤点だね。特に国語は。あれは本当に難しいね。そういや、お前漢字書けなかったな。自分も名前も怪しかったような。失礼な、自分の名前くらいは書けるよ。ただちょっと小さい時で知識が止まってるだけだよ。ああ、そうか、アメリカで暮らしていたから。いや、服作りやミューズのことですっかり勉強がおろそかになってたよ。笑い事じゃねえだろ。こんなの勉強で徹夜することになっても再テストには合格してもらうからな。なんだ、教えりゃすぐ理解できるんじゃねえか。なんで今回のテストだけ悪かったんだよ。だから勉強に集中できなかったからですよ。日曜に勉強だなんて最低だなとか思ってたけど、まあこの調子なら結果が悪くなることもなさそうだね。不本意ながらサイトさんの教え方わかりやすいですね。子供の時とかよく勉強したんですか。別に何もしないでも昔からできた、つうか教科書見たらわかるだろ。それは羨ましいですね。まあ最近はあっちの世界もインテリでないと上に立てないと言いますしね。だからどっちの世界だよ。ミキさん大丈夫ですか。さっきから一問も解けてませんよ。おい、なんでこんな簡単な方程式がわからないんだよ。ごめん、ファッションという割り切れないものを形にする僕に数学は。うまいこと言えてねえよ。これが教えてるんだろう。おい、あんた教師変われ。え、でも私も再テストが。あんたはもう大丈夫だろ。それにこいつもミューズが真剣になって教えればやる気になるだろう。そんなミューズに教わるなど恐れ多いよ。じゃあ俺でいいのか。俺だと定規がバシバシ飛ぶぞ。ほら、さっさと教えてやれ。それではもう。それじゃあ簡単そうなところからやりましょうか。すまない、エマ、よろしく頼むよ。失礼ですが、どうやってうちの学校に。その時は猛勉強したんだよ。どうしても日本に帰りたい一心で。なるほど。私、再テストをパスしてミキさんの服を着たいです。何？君が僕の服を着たい？はい、
だからそのためにはミキさんには赤点を回避してもらわないといけません。ミキさん、わかったよ。君のために最高の服を作るため、僕はここでつまずいているわけにはいかない。サイト、効率よく点数を取るために覚えるべき部分を徹底的に教えてくれ。丸暗記ってわけか。まあやる気になってるならいいぜ。教科書開け、必要な部分全部にチェック入れろ。了解だ。うわあんたやるじゃないか。服以外のことでここまで本気になったミキは初めて見たぜ。まあ嘘も方便ってやつですか。サイト、無駄口は慎め。次はどこだ。はいはい、じゃあ次はだな。さて、勉強が一段落したところでだな、一つ決めておきたいことがある。決める？そういうのは遠慮したく。何と勘違いしてんだ。そうじゃなくて、俺たちのチーム名だ。チーム名、半グレ的なのもちょっと。だからなんで半グレが出てくるんだよ。おやおや、サイト君、チーム名を決めようとは随分可愛いところがあるようだね。いわゆる中二病というやつを患ってるんですね。意外です。そういう理由じゃねえよ。動画を投稿するときに自分のチャンネルを作る必要があるんだよ。だから建前でも名前を決めないといけねえの。ああ、なるほど。それでチーム名か。新庄サイトと仲間たちとかでいいんじゃないですか。世界を相手に動画を見せるんだぞ。そんな適当な名前じゃまずいだろうが。彼女がメインで出るのだから彼女の名前でいいじゃないか。私の名前を前面に出すのはちょっと。それ以前に同じ名前のやつが他にいそうだからな。そうなると検索で引っかかりにくいんだよ。うん。では彼女を象徴するような言葉にしてはどうかな。ミューズとか。どうせならギリシャ文字を使ってみて。うわっ、なんだ、急に頭が。なんかタブーに触れたか。適当でいいじゃないですか。世の中なんでそういう名前になったのかわからなくても有名になったものなんていくらでもありますし。そんな投げやりになるなよ。あんたも当事者なんだから真剣に考えてくれよ。そう言われましても、正直私にとっては罰ゲームのようなものですし。なこと言うんじゃねえよ。聞いてるこっちが罰が悪くなるだろうが。まあまあ、頑張って抜群な動画を作ってみせれば彼女もきっと分かってくれるに違いない。うーん、チーム罰でいいんじゃねえのか。これなら検索も引っかかりやすそうだし、人として罰なお前らにもぴったりだし。チーム名に異論はない。だが自分だけ例外だとでも言いたげなのは承認できないね。なあエマ。はあ、確かに私たちが人として罰なら、サイトさんはもっと。俺のどこが罰だ。むしろ丸だろ。いや、もっとすごい花丸だ。いや、そっちから携帯かけてきたのに早く話済ませろ、電話代がもったいないと言ってくるのはかなり罰だよ。倹約家なだけだろ。何が悪いんだ。あんたもそう思うだろう。同意を求められましても、電話かけてきておいてそう言われるのは正直罰かと。じゃっとくれ。金ってのは大事なんだぞ。そこに正座しろ。今からたっぷり教えてやれ。ねえねえ、そんなことよりご飯食べに行かない？実は僕さっきからお腹減っちゃってさ。あ、実は私もちょっと。いいか聞け、お前ら。いいか、浪費した人間がいかに人生で損したかというとな。
はあ。どうしたんだい？再テストに合格して無事夏休みを迎えられたわけだし、もっと明るく行こうよ。そんな無邪気になれませんよ。いつまでも暗い顔してんじゃねえぞ。本日から本格的に動画の撮影を開始するんだからな。ずっとこの日を待ち望んでいたからね。やっと僕のミューズに服を捧げられる。はあ、それは良かったですね。だがその前に、そのうざい髪を切れと言っただろ。ほら、今から店に電話してやるから、カットとついでにメイクもしてもらってこい。腕は確かな店だから心配はない。でもでもじゃねえ。誰もが行きたがる有名店で髪を切ってもらえるんだぞ。何が不満なんだ。そんな有名店なのに当日の予約で行けるのかい？そこの美容師と知り合いなんだよ。それにこれからも撮影のたびにメイクをしてくれると言ってるんだ。ありがたいだろ。確かに。それにしても相変わらず顔が広いね。嫌です。そんな有名店だと美容師も社交性のある人に決まってるし、そんなのめちゃくちゃ話しかけてくるじゃないですか。あのな、そんなに美容師と会話するのが嫌か。あんなもん適当に返事してりゃいいんだよ。おいおい、サイト、僕のミューズは魂の女性だよ。そんな上辺だけの会話ができるわけないじゃないか。ここは僕がついていこう。お前は残れ、撮影の準備をするつっただろうが。確かにあれを設置するのはサイトだけでは無理か。ともかく美容師との会話なんて簡単だ。とりあえず何言われても、はいと、そうでしょうかと、恐縮ですって返しとけばいいんだよ。それで会話は成立するんだよ。そうでしょうか。あら、あなたがサイトちゃんの言ってた女の子ね。確かに素敵な人ね。腕が回っちゃう。そうでしょうか。うわー、なにこれ。せっかく綺麗な髪なのに、本当にその髪をただ結んでるだけじゃない。恐縮です。もう信じられない。あなた、自分がどれだけ恵まれてるか分かってるわけ？はい。ま、いいわ。ところでサイトちゃんから全て私に任せるって言われたけど、あなたは本当にそれでいいわけ？何かリクエストは？そうでしょうか。もう質問に質問で返されても困るんだけど。ああ、恐縮です。まあいいわ、お任せでいいわけね。そうね、やっぱりあなたに合うのは黒のロングね。変にイメージを変える必要はないと思うわ。はい。ということで、ベースは今のまま。そこにスパイスを加えるようにしましょう。はい。ところであなた、親御さんは何をなさってるの？はい。いや、だから答えになってないから。何をなさってるというのは仕事のことでしょうか？そんなの当たり前でしょ。人の話を聞きなさいよ。それにしてもあなたいい服着てるのね。そうでしょうか。
こんなブランド物買ってもらえるってことは、親御さんなかなかお金持ちなんじゃない？そうでしょうか。だから質問に質問で返すだって言ってるだろうが、ぶっ殺されたいのか。もう戻りました。ああ、思ったより早かったな。お帰り。ちょっと待ってね、もうすぐ終わるから。終わった。店少し遠かったみたいだね。戻ってくるとき疲れなかった？大丈夫です。汗かくとメイクが落ちるから、タクシーで帰るように言われましたし、私初めて一人でタクシー乗りました。まあ、あんたなら親以外の人間とタクシーなんて乗ったことなくても。あれ、あんた誰だ？誰って私ですよ。数時間で人の名前を忘れるなんて、高層の時に頭打たれた後遺症でも残ってるのですか？ビューティフォー、僕のミューズがますます輝きを増して帰ってきた。まさにサナギから蝶になったって感じだな。髪型だけならプロのモデルと遜色ない。なあ、言ってよかっただろ。ほう。あれ、どうしたんだい？せっかく美しさが増したんだから、もっと元気を出そうよ。無理です。やっぱり美容院は怖いところでした。気力を根こそぎ持っていかれました。そうか、あの人話しやすかっただろ。でもなんか怒ってましたよ。マリンさんのような穏やかな人の怒りを買うとか、ある意味才能だな。サイトさんが言った通りに返事しただけなのですが。美容師さんの名前はマーリンというのかい？海のように美しい人なのかな？まあ、心は美しいと思うが。ともかく、いい美容師と出会えるのは貴重だよ。美容師というのは、場合によっては一生付き合うことになるからね。一生ですか。あの方のトイレの世話とか、荷が重いですよ。誰も介護までしろとは言ってねえだろう。それより隣の部屋を見てごらん。準備は全て整ったよ。うわ、すごい。これをバックに動画を撮って、後で大自然の背景を重ねる予定だそうだよ。ミキの服は自然通が森とかの風景が合いそうだからな。あとはクロマキーってわかるか？あ、知ってます。その場にいなくても画面上はそこにいるみたいになるんですよね。今は素人でもクロマキーとか可能なんだね。便利な時代だ。このバックペーパーも通販で買ったけど安いものだったよ。そんじゃ早速撮影するか。まあ今回はテスト的な意味が強いから軽い気持ちでやればいい。はあ。やっぱり見栄えは良くなってるか。うん、スタイルも姿勢も良くなってるからね。次は別のを着てもらっていいかな、エマ。他にも着るんですか？当たり前だ、一着で終わるわけねえだろ。終わった。
こういう感じで進むなら、これからもなんとかやれるかも。おい、この動画どう思う？お前が即答しないってことは納得する出来ではないんだな。いや、動画の出来はすごくいいよ。彼女の魅力も出てるし、僕の服もよく写してくれている。そうか。これだけの素材にしてはあれだろう。俺は足りないと思う。足りない部分があるとすれば、僕の作った服だよ。参ったな。いいものを作ったつもりだったけど、まだまだだよ。いや、お前の服は問題ねえよ。問題あるのは俺の撮影。クロマキーにすればいいって安易に考えていたけど、やっぱり生の背景を見ないことにはそれっぽく撮れねえってことかな。そうやって背景に頼ろうという発想になっている段階で、僕の服に魅力がないってことだよ。もっと質を高めないと。だからお前の服に問題はないって言ってんだろ。ったく、お前は小さい時からそうだよね。自信家に見えて案外そうでもないんだ。展覧会で絵を展示した時も周りが褒めてたのに納得できないといきなり破り出したし。意外と自信がないのは君の方だろ。そもそも撮影をする人間の最大の仕事は最高の機材を揃えることだ。サイトは様々な努力をしてその役目を果たした。もうやれることはない。その言い方だと俺にスキルを求めてないってことかよ。バカにすんな。撮影がどれだけ難しいか分かってるのか。照明の位置の指示一つにもセンスが求められるんだぞ。私帰るんで、話がついたらまた呼んでください。待ちたまえ。待てこれ。君にも動画を見てほしい。そして僕の服のどこが問題か指摘してほしい。いや、問題あるのは撮影の方だ。自分をよく撮るにはどうしたらいいと思うか、あんたなりに何か意見を言ってみろ。どうだ、問題あるのは俺の撮影だよな。僕の服だと思うだろ。ねえ、どこに問題がある？それは…その…問題があるのはモデルではないかと。君に問題があるというのかい？やぶから棒に何を言うんだ。君は十二分に努力したではないか。いえ、映像とかでプロのモデルを見て気づいたんです。私まだ鍛え方が足りないって。おー、自分で勉強していたとは感心だ。とにかくそういうことなので、私今すぐ自分を磨いてきます。おい、てめえまさか逃げる理由が欲しかっただけか。はあ、揉めるにしても私を巻き込まないでほしいよ。とはいえ、なんとか脱出できた。これでやっと休める。あれ、メッセージ。
私って本当に臆病だな。とりあえず腹筋でもすればいいのかな。でもやらないとドスでサイトさんに腹を裂かれるかもしれないしな。ダメだ。一回しただけでお腹がすごく痛い。こら、簡単に諦めるな。え？一度始めたのだから最低100回はやらないか。そんなことじゃ何も身につかないぞ。100回はちょっと。それに腹筋のことで嫌なこと思い出してすっかりやる気がなくなっちゃいまして。一体何があったんだ。体育の授業で腹筋してたら足を押さえていた女の子に泣かれて、どうも私の顔が行ったり来たりするのが怖かったようでして。そんなの言い訳になるか。私だって同じ経験をしている。え、あなたもですか。怖い顔で苦労しているのは私だけじゃないんですね。ああ、しかし今はこの顔に生まれたことに感謝している。おかげで今はスポットライトをたくさん浴びるようになったんだ。スポットライト。怖い顔でどうしてそんなことになるのですか。興味があるか。貴様もその面構えと慎重なら努力さえすれば上に行くことができるぞ。私も上に行ける。興味あるなら見学だけでもしてみるか。ゴブゴブならやる方にかけろ。はい。さあ着いたぞ。ようこそ我が道場へ。道場。てめえ、この野郎、いやんのか、こら。てめえ、この野郎、踏みつぶすぞ、この。
ぼっち娘プロデュース計画。